船橋大神宮への参道として商店が並び、市民祭りのメイン会場にもなっています。昭和21年創業で、老舗として本物の中国料理をご堪能いただいております。同窓会、歓送迎会、七五三のお祝いなど、ご会食、ご接待、法要などのご予約をお申し付けください。船橋が宿場町だった150年以上前から、地元三番瀬、江戸前の魚と房総の海山の幸のお料理を皆様に愛されております。